そしたらね、今日は吉田拓郎の曲ね、あまり歌われていない吉田拓郎の曲、これはねやっぱあんまり歌われてなかったね。なんかあんまり有名じゃないというか、この あの子を待ってる街角という曲ね、これアルバムシャングリラ、アルバムシャングリラはどれぐらいか、でも だいぶ昔はね、まだ吉田拓郎が若い、まだ綺麗なカーリーヘアの時の吉田拓郎さんですね、でなんか初の海外録音みたいな、なんかそういうあれでね、でまああんまりいなかったです。それでもやっぱりね歌ってる人いるんですけどね、まあでもまあまあなんかこう軽いノリの曲ですが、秋っぽい、うん、秋晴れな感じの秋晴れっていう感じの曲ですよね。で、キーはね、原曲はもちろんありますよ。でキーは、僕カポ5の C でいきますが、これがオリジナルのキー、まあ、このキーであったらちょっと歌えないですけども、まあとりあえず最初ここからいきましょうかね。カポ5の C ということはキー F です。はい、でね、イントロちょっと聞いてみた、こんな感じ。あの子を待ってるビルの彼方に風が散らしたイワシ雲、タバコを一本ひねりつぶして、可愛い泣き虫思い出してる。太く地図さむ遠い港町の歌、この辺からちょっとね声が出ない、歌えない、もうちょっと高くなるんでねこれ、なんでね、3つぐらい落とすと歌いやすくなる、ね、カポ5なんで、2ぐらいまで落としてしまうとね。で、イントロはね、まあ、C から、こういうねこういうこの半音のこういう、C、E マイナーね、次、小指をこうで E マイナーなんでこれ離せるんでね、ちょっと音が止まってない。ね、こう離してで次 A マイナーで F、で次 E マイナー、ここで E マイナー A マイナーね、で F G C、 あの子待ってるビルの彼方に風が散らしたイワシ雲、コードはね、あの子を待ってる、これ E マイナーだね、あの子を待ってる E マイナーだけどね、これベースは B のここでいいと思う、こういかないでね、次 A マイナーに行くんで、あの子F、で次 E マイナー、ここはね6弦でいいと思うんでね、風が散らしたイワシ雲、A マイナー D マイナーの G ね、まあ映ってるんでね見てたら大体わかると思う、まあコードはね僕適当に弾いてるんで細かくは違うかもしれないですね。タバコ
一本ひねりつぶして、可愛い泣き虫思い出してるかな、可愛い泣き虫思い出してる。なんでこれどう弾いてもね、別にあのそんなにね、Cgf って言っても、E マイナー D マイナー F って言っても別にそんなにね、あのおかしくはならないんですよ。あのコードを見てみるとどうなってるか知らないですけどね。太く地図さむ遠い港町の歌、欲しいね。耳鳴りだろうか、遠い無敵聞こえたよ。あの子どうしているんだろうか、青い空に貨物船がどこに行こうというんじゃないが、ロサンゼルスならロサンゼルスならいい。こんな感じの曲でね、まあざっくりとやってますけども、これね、こうメロディーをこう弾いていくとすると、ここからね、ここからになるんで、こう弾きにくいんですよ。ね、で。こっちに持ってくると低くてやりにくい。こうなるんでね、だからこれはね、こう G に持ってくるとやりにくいけどね、ね、だから G で B マイナーに行って E マイナーに行って、で C に行って、で B マイナーで E マイナー、でまあ A マイナー D や C、thank you.
だからこれもね G からいくとで次こう B マイナーなんだろうけど、でもうここはねさっきだから C の時にこういう風に言ったのと一緒で B マイナーだけども、ベースは F シャープのとこね。で E マイナーに C ね。でここだから B マイナーかな次。あのメジャーコードにしてもいいね。でね、なんかこうマイナーが入ってるように思うんだけど、入ってるかどうかわかんないね。あのサブドミナントのマイナーね、これ、この G のキーでいくと C マイナてる街角っていうのをちょっともうグダグダですけどもね、ちょっと思いつきでやったんで、まあ思いつきなんでちょっと今あの一応原曲はねちょっと聞きましたよ。でこのイントロだけね、こういう、だからオリジナルキーでいくとカポゴの C で。まあこの辺で終わっておきます。はい。